何がいたんだっけ、原虫がちょこっとって言ってました。はい、まずこれ原虫のチェックですね。なんかなってるな、はい、これだろう。まあ最近は言いますけどね、結構でも、まあ原虫は一緒に探しましょうか、はい、怪しい動きをしているのはいなさそうな気はするんですが、あんまり濃いとわかんないんだよね、うん、倍数と呼ばれます。400倍から100倍、40倍、まあこれでちょっと、これは卵ですね、うん、センチの卵の怪しいのがいたらちょっと、いなさそうですね。次にしようか。やっぱりちょろっとは 黒いとかありますね。少し未消化反応あるみたいに思います。こっちはね、赤く染まると脂肪の未消化なんですけど、さすがにこれはいろんな子で見るけど見たことはないですね。赤く染まってるところはないですね、はい、もう一回原虫に戻ります。はい、40倍、100倍、最近だけど、なんか毎日のように現地を見てるような気がしますよ、ね、あの、トカゲじゃなくてカメも来るからさ、カメさんの方がいるんですよ、昨日なんかちょっと気持ち悪いのがいましたけど、ね、うん、いないっ す、はい、まあだからこの便にはいないということね、はい、だから 100% とは言い切れませんので、はい、まあちょっと間を置いて、はい、また見させてください。ストップ。